死にてえようだな。させてもらいますわ。
さすが兄弟や、部下に影響育しとるみたいやな。まだや、まだ俺は終わってへんで。お親父。待たせたな、兄弟。真島、お前にはいろいろ言い訳せなあかんねや。場所変えようか。ちょっと辛かせや。これなら警察も近寄れんやろ。さあ、行こうか。どこに行く気ない。俺とお前の遊び場や。あそこは さ、行くで。俺らの思い出の場所にな。久しぶりに歌えんか。真島。俺がなんでこの町に戻ってきたんかは分かっとんのやろな。些細のおじきに会うため。それに俺への復讐ってとこやろ。それが分かっとんのやったらなんでこんなことしてんねん。俺は25年前の裏が知りたいんじゃ。なんでお前があの日来へんかったんかを知りたいんじゃ。答えろや、兄弟。何してんねや。早くこっち来いや。忘れたんか、俺らの約束。一度この世界に足を踏み入れた以上、義理は貫き通す。絶対に口は割らぬ。それをもし裏切ることがあったら、その時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交わした時の約束や。
忘れるわけあらへん。今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。些細の親父を助け出せんから。アジマ脱げや兄弟。昔みたいに殴り合って決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。舐められたもんやな。安心したわ。まだ体はダブついてないようや。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とは違う。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうぜ。望むところへ行くで。ジャーナyou
んかい。ええ、もう終わりやっちゅうのかい。兄弟、なんや、お前も俺も変わったな。そうか。ああ、昔はもっとギラギラしてた。いつの間にか俺もお前もええ親父になってしもた。お前の関西弁も板についとるやないかい。あ？なんや、バカにしとんのか。いや、ちゃう。ただな、昔のお前は俺にとってもっともっと強かったような気がするんや。だいたいその眼帯はなんや。そんなもんしとるから。これは関係ないわ。もうこの目とも25年の付き合いやからな。25年。せや、俺や些細のおじきがお前を失ったあの日、俺はこの左目も失った。なんやと。まあこんなわけや。まあ両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへんけどな。まあ元が強かったからちょうどええわ。兄弟。あ？その左目、あの事件に関係しとるんか。お前があの日こんかったんはその目に関係してんのか。教えてくれや兄弟。あの日、あの時、なんでお前は来られへんかったんや。あの上野清和会の襲撃計画、あれは多分仕組まれたことやったんや。多分。せやけど確かめようにも確かめられへんねん。なんで。俺らをはめたかもしれんやつはついさっき殺されたらしい。誰なんやそいつは。柴田や。柴田和夫。おそらく奴が些細のおじきやお前、それに俺をはめた張本人や。こないなとこ呼び出して何のつもりなんすか。しばらく会わないうちに関西弁うまくなりましたね。よく努力されてるようだ。島野さんが目をかけているのもよくわかります。せやから何なんすか。
用があるなら早言うてください。柴田。礼服ですか。今日は誰かの葬式ですか。いや、それは別に。ああ、そういえば笹井のとこの冴島も今日は礼服を着て出かけて行ったみたいです。そうですか。担当直入に言います。今日の上野義晴の襲撃、真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義晴を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。どういうことや。上野清和会を今潰すのは得策ではない、堂島組長がそう判断したということです。何やと。そう興奮しないで。これはあなたが所属する堂島組が決定したことなんですから。柴田、ちゃんと説明してくれや。そもそも今回の上野義晴襲撃の計画、あれは堂島組が都内の島拡大のため計画したのがことの発端です。その計画を堂島組は笹井組へと託した、そこまでは知ってますね。なあ、せやから堂島組の俺と笹井組の冴島がやることになったんや。そうです。でもこの計画何かおかしいと思いませんか。何がや。我々東上会はどうして出所直後の上野義晴が都内のラーメン屋に来るという情報を知り得たのか、考えてもみてください。2年もの間刑務所に入っていた人間が出所直後ラーメンを食べるなんて陳腐な行動に出ると思いますか。上野清和会の総長ともなれば組が用意した方面祝いに向かうのが常識です。それはおかしいんですよ。この話は最初から裏の内通者によって仕組まれた可能性が高いんです。内通者。狭く人目につかない郊外のラーメン店、襲ってくださいと言わんばかりの場所にわざわざ出所直後の大物が行くと思いますか。それじゃどうし